なんで落ちました。中学受験。あ、なんでその中学受験で第一志望だったところを、やっぱり高校受験でも第一志望にして中3で荒れてるから目とかに細いわけですよ。睨んでるんで。高校1年1学期中間で親呼び出し、これだよ。もうダメです。もうこれはネットの情報と違うんです。さあ、始まりました。もちチャンネルです。今回はですね、さあ、やってまいりました。ただ呼びの数学講師、奈良島先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。数学講師の奈良島と申します。今回、ただ呼びの数学科に参加することになりました。よろしくお願いします。長島先生ですね、いろいろ聞いていきたいんですけども、はい、まずそうですね、経歴なんですけど、はい、京都大学ということで、まあそうですね、まあうちのチャンネルね、学歴大好き人間たちが見てますのでまあまず最初にね、マウント取っとかないといけないですから、はい、京都大学の航空工学科というところに入って、めっちゃ高いところですよね。まあ一応今はないんですけど、あ、ないんですか。航空工学科は再編されてなくなったんですけど、はいはい、私の時まではあって、なんか医学部の下じゃなかったでしたっけ。あ、まあそうですね。だから京大の2番手っていうとこだったわけですよね、うん、まあ、受験の時も医学部の生徒と一緒にやってました。あ、そうなんですね。一緒にその学習してて、でそのまま大学に受かってっていう、うん、医学部の友達はすごく多いです。医学部を目指してたわけではない。ないです。あ、そうなんですね。なので大学の部活も医学部の部活になってます、うん、へー。そしてね、今はそうですね、駿台で教えてるということでね。はい。え、どうだったんですか。もう昔から勉強できたんですか。まだ昔はちょっと今と違って素直で、はい、やれと言われたことをやってたっていう。なるほどね。まあ、所詮大学受験、まあ、あるいは高校受験、中学受験、はい、まあ、ある程度やる量限られてるんで、うん、まあ、そこをやりなさいって言われたところをやったら、なんか得点が上がったみたいな。え、大学受験どうだったんですか。もうすぐストレートで京大ファンですか。いや、全然そんな感じじゃないです、ね、え、どうだったんですか。大学受験を話すには、はい、中学受験から話さないと。だいぶ戻るんですね。いいですよ、はい、中学受験は小5ぐらいから塾に行き出して、やれって言われたことやって、それなりのところ、まあ、成績は行ってたんですけど、塾の先生から絶対に奈良島は受かるって直前期に言われて、まあ、その時は素直だったんで、あとうちの親も、ね、なのですっかり信じ込んでしまって油断したんでしょうね、うん、なんで落ちました。中学受験、あ、中学受験失敗、はい、中学受験失敗で、家の近くの公立に行って、うんうん、まあそしたらそういうパターンになった人は分かると思うんですけど、うん、中学受験やる人が少ない場合は、え、何お前中学受験するって言ったのに、なんでうちらと同じ中学行ってるのってなるわけですよ。敗北者みたいになるわけです。で、まあそれ男の中1中学なんで、うん、だんだんそこからひねくれていくわけですよね、はい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 、ぐれていくわけですよ。でも一応悔しいんで、もう中学受験落ちた時はもういやー泣いたんで、はいはい、でそれで中1からまた塾に行くわけですよ。ああ、なるほど。違う塾に。高校受験で逆転だみたいになるわけですね。そう高校受験でじゃあ弱点じゃない、逆転だって行こうと思うわけですよ、はい、でもそれなのにまたそんな性格がぐれていくもんだから、はい、どんどん素直じゃなくなってきて、はいはい、今度は反抗するわけですよね。え、どういうことですか。反抗ってもう中3ぐらいになると塾に行かない。あ、はいはいはい、親には塾行ったって家、うんうん、を出てどっかほっつき歩いてるっていうね、最低なね。ということ、高校受験はどうだったんですか。もう高校受験もダメ。あ、でその中学受験で第一志望だったところを、はい、やっぱり高校受験でも第一志望にしてリベンジしてやるって言ったんですけど、まあそんなありさざまなんで。え、それ言ってもいいんですか、学校名は。まあ言ってもいいですけど、光陽学院っていうところ。あ、有名です。関西、まあ、関西ですね、はい、うん、光陽目指してて、はい、光陽行こうよみたいな感じですか。そうそうそうって、それでも初めて聞いたかもしれない、はい、そうなの。関西ではダメなのこのレベルじゃ、はい、え、あ、確かに行こうよ、はい、で、え、そこでで、それでさすがにもう地元と同じその高校に行くにはもうさすがにも恥ずかしいということで、はい、滑り止めの私立の方に、はい、これは名前は言えるんですか。大阪聖光学院。ああ、なるほど、はい、まあ、ダメだったらピーって、
はい、あ、全然じゃ僕は大丈夫ですから、はい、僕は大丈夫。ピー入れた方が成功がやばい意味に聞こえそうでやばいです、ね、はい、でもそしたら滑り止めって言ったらね、気悪くしますよね、そこのね、第一志望の人ね。いや成功してるんでしょみんな。大丈夫だ。いろいろこうね、言いやすい学校名ですね、はい、そうですね、絡みやすい、ね、はい、でそこで、でそこ行ったはいいけれど、もうそしたら、中高一貫なんで、はい、真ん中から高校から入ってるんで、お医者さんの息子とか多いわけですよ。うん、もう、まあ、お坊ちゃま学校みたいな、はいはいはい、そういったところがあって、でもその当時私一人ね、中3で荒れてるから、もう目とかね細いわけですよ、睨んでるんで普段。こういうなんか教室の片隅にこういう感じで、ね、目細いやつみたいなね、いてね、で高校行ったら、直島くん目細いの大丈夫みたいな、キョトンとした顔でクラスの人に言われて、もともと細いのみたいな、だんだん目が開くようになってきて、だんだん目が開くようになってだんだん目が、それ兄弟とどうつながるんだろうな、ね、まあ、そしたらもうね、すっかりもう受験に疲れてますんで、はい、もう勉強しないですよ。高校1年1学期中間で親呼び出しです。あー、全然ダメだよ、ね、赤ペンばっかり真っ赤っか、はいはい、それで兄弟に親も疲れてますから、はい、親呼び出しして、さぞかし、残念だったことでしょうとか言われて、はい、うちの親は、え、自分のことですかみたいな、親も興味関心なくて、はいはい、でそんなんで現役で受かるわけないですよ、ね、全然。あー、じゃあ高2高3ってもうずっとこう遊んでて、でまたその学校が大阪の日本橋っていう電気街に一番近い学校だったわけで、はい、うんうんうん、そしたらもうそんなんで、ね、午前中に中間とか期末とか終わると、もうそのまま電気街行くわけじゃないですか。意味が分かんないです。電気街行くじゃないですかって言われても秋葉原みたいな、12時ぐらい、そう、はい、そうなんです。12時ぐらいに終わってね、そんなの、そういうのが好きだった、ね、そういうのも好きだった、あ、まあ、ね、いろいろね、機械とかが好きで、うん、まあ、航空ですからね、うん、まあそうです。それでじゃあ浪人して、え、現役の時は受けたんですか、いろんな大学。現役の時は受けましたけど、まああんまり。どこを受けたんですか。名古屋の航空を受けました、ね、ああ明大、はいはいはい、名古屋大学。でもうダメです、不合格。ああそうだったんですね。まあ受かんないですね、なかなか。そして京大を目指してじゃあ浪人したんですか。航空工学科ってあるのが少ないんですよ、はいはい、日本の中で。で今はちょっとだいぶ増えましたけど、昔は少なくて、でもちろん東大にもあるんですけど、はいはい、東大入ったらシンブリがあって、また勉強しないと航空工学科には行けないわけですよ、ね、なるほど、そうですね、確かに。なのでそれはちょっとしんどいなと。うん、やっぱり大学入ったら、ね、遊びたいとそんなことは言ってないですけど、はい、それで京大ので、で浪人はどうしたんですか、どこ行ったんですか。浪人は言っていいんですか、ね、言っていいです。僕のチャンネルは全然タブーないです、全然。浪人は某 K に行きましたね。ああそうなんですね。これはネットの情報と違うんですよね。あ、そうなんですね。ネットには違うこと書かれてるんですね。ネットには違うことが書かれてるんですけど、ね、なるほど。へえ、某 K に行って、でも いずれね Y でも働くし S でも働くっ て、そういろいろね知ることになります。はい、はい、それで、あ、そこでどうだったんですか、やっぱ数学でも楽しさに目覚めたとかあったんですか。数学以外も、もう例えば科学も、はい、英語も、うん、授業、まあ、全然違ってったら、まあね、うん、高校に失礼ですけど、はいはい、まあ、高校はちょっとね、あの私があんまり、あ、はい、ね、くれてましたからもうその時は、いや、目は細くない、目は細くないけど、はい、丸いけど、だんだん丸くなって、で、じゃあ、まあ予備校の授業に感動したって感じですか。もうすごいですよね。あ、まあ、元がね、もう低いですからね、偏差値的にすごい分かりやすかったわけですね。あのね、位置を聞いて10を知るタイプじゃないんですよ、はいはいはい、なので、本当にやらなかったら本当に分かんないんですよ。本当にこう坂道を転げ落ちるような感じで、うんうん、全く分かんないんですよね、うんうん、でそんな状況で浪人したのが、もうそれが面白くて分かりやすくて、もう、もう元が低いですから何倍にもなるわけですよ。だから予備高校士っていう職業、まあ、もう、あ、でも片隅にあったわけですね。まあ、あ、そうかな。で、まあ、でも飛行、あまりでも考えたことなくて、でも飛行機関係にはつきたかったわけですね。航空会社に行きたかった、ね、航空会社に絶対行きたくて、で実際就職するわけじゃないですか、院出て、でそこからどうして予備高校士になるんですか。どうしてそんな和服の予備高校士になるわけですか、そこから。全然わかんない。まあ和服はね、教科っていうね、教科の
で、まあ、普段はね来てないんでね、うん、